浜松市は一般会計で3,640億円の来年度の当初予算,予算案を発表しました。新型コロナ対策をはじめデジタル化や子育てへの支援などに重点が置かれています。まあ全体としてですね、アフターコロナに据えて抜、えー、かりなくですね、いろんなあの目配せ、聞くばせをしたあ措置をしたですね、まあ予算になったというふうに思っています。 浜松市の2022年度の当初予算案は、一般会計で3640億円と過去最大の規模です。新型コロナ対策には今年度からの繰り越しを含め、およそ112億7000万円を投じ、このうち感染防止対策におよそ44億7000万円、経済対策におよそ67億9900万円を当てます。また、 デジ,デジタルを活用して行政の効率化や市民サービスの向上を図るデジタルファースト宣言の関連では50億円余りを計上しています。このほか、若い世代の移住を盛んにするため、住宅取得や引っ越しの費用を支援する事業に3450万円、高校生までの入院費、0歳児の通院の無償化におよそ4700万円などを計上しています。 市民税や固定資産税などの税収は、新型コロナの影響による所得の減少が限定的だったことなどから、今年度より122億円増えました。